中による非常事態宣言の発令も検討されています。スカイファイブが現場からお送りします。はい、どうも皆様ご機嫌いかがでしょうか。今回はバトルフィールドハードラインチームデスマッチをやっていきたいと思います。今回チームデスマッチもですね64対戦M16A3 を使っていってます。武装した容疑者を排除。今回は警察側と、強盗側でですね、使える武器が、異なってて、最終的には全部使えるようにはなるんですが、バトルフィールド、カンパニーの仕様ですね、それぞれの装備が使われる。ヒルスに落ちた。うわあ、やられた。1250キルで確か、その相手側の方でも使えるようになるっていう、そんな感じですね。スナイパー、一人負傷。どこだスナイパー。おお、痛い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 。おお、今作はかなりスナイパーライフルが強いかな。結構ガシガシ当ててくるので、危ねえ。もう一人やった。もう一人だ。おお、ちょ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 、しまった。サプレッサー武器持ってたのか。最後にやっ倒した人が地面に伏せろ。急げ、やつを抑えている。リロードスライダー撃ってくれ。グレネード行くぞ。うわあ、すぐ打ち尽くしちゃうな。困っちゃった。
ナイパーがすげえ見てる。あんなところにいる。容疑者確保。警官が一人やられた。もちろん。今作は銃の反動もかなり高くなってる。容疑者の足が止まった。おお。何が何が。おお。で救急キットがあるぞ。どのところにスナイパーがいるな。よし、容疑者を通した。上にいるんだな。容疑者を見つけた。一人やられた。警官だ。いるぞ。容疑者を処理。おお、生きてる。おお、嘘。もう一発だったが。Xbox の音声コマンドが認識されてしまった。焦った。うわあ。危ねえ。M16A3 は強いな、やっぱり。おお。上だな、上にいる。ムスカ大佐みたいな。やぞ、目が。いやいや円柱をなんとかする。頭の後ろに手をやれ。毒ガスか。ガスを動かなくした。撃ってくれ。ああ、目が本当に目が。誰か弾薬はないか。スカ状態にしよう。すぐに弾薬をくれ。建設現場に一人だ。でああ、無理だ。おお。スワットが一人負傷。ありがたい。助かる。感謝だ。建設現場に一人だ。ここはまずい。救急キット、こっちだ。わあ、すごいスナイパーに撃ち抜かれて。ゴー、突入。あんなところにいる。グレネードだ。救急キット。よしよし。いやー、どっからスナイパーライフルが飛んでくるかわかんないな。怖いな。うわー、また撃たれてた。よみがえる。救急キットだ。受け取れ。うわー、気をつけろ。あいつらを何とかしてくれ。容疑者を強くか。捕まえたやつから情報を引き出した。電柱の居場所に向かって。
さあどんどん行きたいところだけど、思ったよりこのマップスナイパーが多いな。開けてるところが多いからスナイパーが多いのも助けてるな。痛い痛い痛い。ここに救急キットがある。取れないぞ。よし、ヤツを倒した。危ねえ。止まれ。今すぐ。何も見えないぞ。は、危ない危ない。ヤツを動けなくした。撃ってくれ。電池を片付けよう。いるほどしようとしたら、簡易アクションが出た。武器を捨てろ。今すぐだ。死なかった人。ありね。よし、こいつを使え。今回はですね、簡易コマンドっていうか、前作の B、バトルフィールド4は、こっちに容疑者だ。回復し要求する場合はもう、こちらから要求するしかなかったんですが、で、向こうが、相手が気づいたら、回復できるっていう、そういう、仕様だったんですけども、近づいてですね、X ボタンを押すだけで、回復、してもらえるっていうですね、そういう便利な仕様に変わってますね。何やってるの？こいつ一人やった。近づいてこうやってボタンで蘇生もすることができるんですけど、リロードしようとして暴発することが稀によくあるというね。さっきみたいな、なかなかオプションで切れねえのかな。割と混戦時とかすごく困るんですよね。リロードしようとして復活させちゃって、結局やられちゃう。ああ、後ろからか。そろそろ変えるんじゃないかな。よしよし。何がいいかな。心かな。よし。ここら辺は。ちなみに、アタッチメントは一定数、その武器でキルをして、で、解除した上でゲーム内通貨で購入と、そういう感じになりますね。よし、痛い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 。お前の救急キットだ。キットだぞ。よし、というわけで、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。ではまた。